今はね朝の7時でございます。高尾山口にいます。今日はねこれから高尾山をねハイキングしたいと思います。多分ね紅葉がねシーズンなんだよね。でね高尾山なんだけどね、高尾山は世界一登山者数が多い山と言われてます。はい。でね毎年年間300人がねあのここにねハイキングをしに来るそうです。で一応場所が新宿駅から高尾山口駅まで京王線でだいたい1時間ぐらいで来れるので、とてもね都内からもアクセスがしやすいお山になっております。あとなんかミシュランガイドで三つ星観光地としてね評価をされているみたいです。知らなかった、三つ星観光地ってすごくない？あとね高尾山では1600種類の植物もねあの確認されているそうです。すごい、知らなかった。あとね高尾山の山頂の近くにある薬王院っていうお寺があるんだけど、それはね約1300年くらいのね歴史があるお寺だそうです。1300年ってすごくない？へー、すごいね、すごい歴史のあるお山になります。で一応お山の高さは599メートルっていう低いお山なんだ、お山なので冬でもね全然登山が楽しめるお山になります。今はね11月だからさ、紅葉がね綺麗かなと思って今日はね紅葉を見に来ました。あー楽しみ。今ね朝の7時なんだけどね、人がねめちゃくちゃやばい。一応7時半にマイク先生と待ち合わせしてるから、それまでね朝ごはんでも食べて待ちたいと思います。多分高尾山登るの4回目ぐらいなんだよね。4回目ぐらい、一応3回登ったことあって、全部夏に登ったので、今回初めて紅葉の時期に行ったので紅葉をね楽しみたいと思います。朝ごはん鮭おにぎりとザバスのプロテイン、あとこれおやつ、お山に持っていくおやつを買いました。このね先生からね駅の京王ストアがねあって、そこでねビールとか水とかあと菓子とかお土産食べ物をね買うことができます。はい、マイク先生が遅れてきたので、What is it today? November? Something. Something is very important. 8? 11月8日、8時半、登山開始です。Let's go! 見て、人すごいの。What's over here?It's a ropeway station. 見て、あれがロープウェイ駅でしょ。で、見て、紅葉してる、ちゃんと綺麗。紅葉してる。今回のルートなんだけど、ロープウェイとリフトは使いません。今日はね、吊り橋を見に行きたいので、まずは1番の赤色のルートを通って、そこから吊り橋のある紫色の4番ルートに行って、それでね、山頂に行きたいと思います。多分ここ行きましょう。何時間ぐらい？2時間はしないと思う、全然。写真いっぱい撮らなきゃ。楽しみ。この橋を見たいの、宮間橋だからここを曲がるのかな、行ってここ行って山頂行って、帰りはこの薬王院を見てリフトに乗って帰る。 You're here, right? The bridge. はい。見て、もうちょっとで山頂だけど人がやばい。山頂着いたの、やった。めっちゃ暑かった。ただね人がねやばい。なんか山頂のなんだっけ、高尾山山頂っていうさあれあるじゃん、モニュメント、あれのあれの写真を撮るのにめちゃくちゃね並んでんの。であと見て、人だらけです。お昼どっかで食べようと思って持ってこなかったけど、食べれるかな。
富士山見えるかな。Big tree now. Can I see anything? 見て、木邪魔。Can we check the store? じゃあね、あの人が多くて写真とかも撮れないから今、チェックしに行きましょう。ここら辺人いない。Not so many people here, right? Yeah, you want to eat something? Hi, I want to eat something. Here is the English. English のメニューもあります。Anything is okay.The turtle soba is most famous food this mountain. カオさん行ったらトロロそば食べてって言われたから、ヤマビコ茶屋おすすめのトロロそばを食べよう。おでんと山菜トロロそば。あー、美味しそう。いただきます。はい、お腹いっぱいです。なんか12時くらいかなって思ったらね、まだね10時。10時だった。山頂で2回目の朝ごはんを食べました。多分ね、帰りにランチ食べに行くから。次はね、どこだっけ、店舗、お寺に行って御朱印もらってリフトに乗ってね、帰ろうと思います。御朱印にもたくさん種類があるらしい。え、どうしよう、多分これ持ってるんだよね、私。なんかすごいカラフル、天狗の絵が描かれてる。私ここ行ったことないんだけどさ、ここどう？猿園、モンキー園、一度行ってみたい。今日はちょっと時間ないから行かないんだけど、今度行ってみようっと。感想教えて、みんな。What? So many monkeys? Yeah, name. How many monkeys here?リフト乗り場まであと5分です。5分、イエイ。ハロー、アイガーチューデッアダルトワンウェイ490だそうです。ラウンドチューズが1950円。リフトに乗ります。なんかね、この山頂駅から一番下まではだいたい12分ぐらいで行けるそうです。うん、リフトに乗るよ。ベルト、じゃあバックパックインフロント、リュックは前にお持ちください。ありがとうございます。イエーイ。楽しい。Look at the view. Make sure you don't drop it. 見て見て見て。いい感じ。うわやっぱね、帰りはね、ロープウェイよりかはね、リフトで帰るのが自然を味わえていい。冬は寒いかもしれないけど、秋ぐらいだったら全然気持ちいい。全然ここまだ紅葉してない。やっぱ11月の最後とか12月ぐらいがいいのかな。こちら通りは歩いて左へ出てください。はい、ありがとうございます。We did great job! イエーイ。はい、上手にここ降りれました。ここ GoPro も携帯も落とさず、よいしょ、階段下ります。階段だらけだよね、高尾さんは。どこに出るんだろう、ここ。お？お？ここに、ここはどこ？あ、わかった。ケーブルカー乗り場にリフト乗り場もある。The same place, lift and cable car. Yeah. I don't know that. はい、高尾山口戻ってきました。高尾山口ステーションですね。はい、時間がね、3時
時間43分14秒のハイキングでした。あー楽しかった。ゆっくりはできなかったんだけど、人が多すぎてね、ゆっくりはできなかったんだけど、そうでも楽しかった。1年ぶりのね高尾山で、でね、秋に来るの初めてだったの。もう葉っぱが綺麗だった。紅葉が綺麗だった。次はどこのお山に行こうかな。もしねハイキング楽しめたと思ったらね、高評価、あとね私旅行系とか、あとアウトドア系の動画上げてるので、もしよかったらチャンネル登録とインスタグラムとツイッターもしてるので、そちらのフォローもお願いします。あのねコメントも全て読んでるので、コメントもしてくれたら嬉しいです。 OK guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. Ciao, ciao.